ロックバックス。ロックバックスはデジタルオーディオプレイヤーに搭載されたファームウェアを置き換えるフリーソフトであり、拡張性の乏しいプレイヤーに様々な機能を追加するためのプラグイン機能を多くの合わせ、元のファームウェアを取り除かないで提供する。オープンソースのファームウェアであり、誰でも開発、配布が自由である。拡張機能には PDA 機能、アプリケーション、ユーティリティ、 ゲームなどがある。また、2000年中頃にリリースされたプレイヤーにもビデオの再生機能を加える。また、視覚障害を持つユーザーのための声で操作できるユーザーインターフェースも用意されている。ロックバックスはハードウェア能力が非常に異なっている様々なポータブルオーディオデバイス上で動くものである。ため、1ビットのキャラクターセルベースのディスプレイを持つ早期のアーコスプレイヤーから、 近代的な高画質のディスプレイ、デジタルの高額オーディオ機器、高度な録音能力を持っているプレイヤーまで対応している。多くの場合、フラッシュメモリから実行されるよりも、ハードディスクからロックバックスか標準のファームウェアの、どちらかから読み込み可能なサポートされているデバイスの、フラッシュに最小限のトローダーがインストールされる。また、一部の機器では、フラッシュメモリへのインストールもできる。 ロックバックスプロジェクトは2001年の後半に初期の ARCOS シリーズのハードディスク内蔵型 MP3 プレイヤーとフラッシュメモリ型の音ンを含んだ録音機能付きモデルを対象に行われた。ロックバックス開発はユーザーインターフェースやデバイスの取り扱い方法に不満を持ったことにより開発された。これらの機器の処理能力は限られており、 音楽再生は MP3 レコードチップ MOS で行っていたため、ロックバックスは音楽の再生品質を変えることはできなかったが、その代わりロックバックスは改良されたユーザーインターフェースを提供し、工場出荷時のファームウェアにない機能をプラグインで導入可能にした。ロックバックスは製品に搭載されたフラッシュメモリの起動領域を書き換え、 元のファームウェアとそっくりそのまま入れ替えしまうことができた。ロックバックスにはより新しい製品に対応したバージョンも用意されている。こちらではソフトウェアでコードにより演奏しており、すでにアーコス版で実装している機能に加えて、オリジナルのファームウェアが対応しないオーディオフォーマットの演奏が潜在的に可能となっている。専用のブートローダーで製品が起動後、ロックバックスは ハードディスクから立ち上がる。つまり、ロックバックスをアップグレードするのに、ユーザーが必要なことは、ハードディスクにファイルをコピーして、再起動することだけである。ブートローダーの差し替えのためには、ファームウェアの書き換えが必要になるが、製品によっては差し替え不要である。2004年の後半に始まった初めてのこれらの移植は、イリバーが製造したモトローラー製のコールドファイヤー、プロセッサーを使った、 デバイス、つまり、ハードディスクプレイヤーであるイリベア100シリーズだった。およそ1年後に、イリバー H300 シリーズへの移植は、機能的になり、同じような機能を提供するようになった。現在、6バックスは、マ p e g プレイヤープラグインを使用し、MPEG 再生に対応。現在のところすべての6バックスは、メーカーの手助けをほとんど借りることなく、 リバースエンジニアリングのみによって移植を完了してきた。しかし、フリーソフトウェアではあるが、開発者、支援者は移植された6バックスにメーカーの公式サポート、あるいは新製品への移植に非公式な手助けが得られることを望んでいる。今でも少数の企業が6バックスに興味を示すに止まっており、 開発プロジェクトへの公式なコード提供や製品への組み込みを行う企業は皆無である。サンサへの移植はメーカーの要請により始められ、開発チームにサンプル品が提供されている。また、サンサ E200V2 などのソックを開発しているも、データシートを提供するなど開発に協力していい。また、ロシアのフォーラムで有志が、ハイハイマン h m 8 0 1に6バックスの 移植を行ってもらおうと呼びかけ、賛同者がロックバックスの開発者に HM-801 を提供し、移植されたという例もある。ロックバックスは継続的に開発されており、ソースコードのイ変更ごとの SVN ビルドがリリースされている。ロックバックスのインターフェースは特有のプラットフォームごとの制限に左右されるが、様々な方法でカスタマイズできる。 フォントや表面と背景の色は追加したり選ぶことができる。その一方、メニューや再生中の画面のテーマを作るのには簡単なマークアップ言語が使われている。これらのテーマとして背景や他の画像、アイコンのようなものとかが挙げられ、加えて様々な拡張子、ID3 タグ、ファイルの進捗状況、時間やシステムの情報が挙げられる。 2007年11月11日の時点でアルバムアートの表示が正式にサポートされた。2011年2月27日には MP3 の ID3 タグに埋め込まれた JPEG が正式にサポートされた。ロックバックスは原則的にファイルツリーが基本のプレイヤーであり、そしてホルダ構造による操作ができる。ホルダはプレイヤーにドラッグドロップすることができる。 プレイヤー内で切り取り貼り付けや削除をすることもできる。また、最近のバージョンには、プレイヤーに、ファイルの ID3 タグからの情報を集めることを、可能にしたデータベース機能がある。ユーザーは、その結果ファイル構造に関係なく、このデータベースを用いることでファイルを操作することが、できる。ソフトウェアでデコードするプラットフォーム、ARCOS 以外では13つの非可逆コーデックと6つの、 ロスレスコーデックと4つの非圧縮コーデックと14つのチップチューンフォーマットの再生をサートしている。また DRM 機構のファイルはロックバックスにおいて再生できない。ロックバックスはオープンソースのプロジェクトなのでこの機能は意図的に決して実装されることはない。オーディオファイルを再生したり録音したりする能力の傍らロックバックスは 他のファームウェアが実装していない再生機能を提供している。以下に掲載されているのはこれらの機能の一部である。ロックバックスは音楽を聴く以外の機能としてプラグインという形で様々なアプリケーションがロックバックスの開発者によって作成されている。その一例として以下のものがある。完全なプラグインのリストはプラグインのリストを参照のこと。ロックバックスには 外部の会社やプラットフォームのサポート不足のためにまだ実装されていない機能がいくつかある。ロックバックスはフラットメモリーモデル。これがメモリ管理装置なしで様々なプラットフォーム上で動かすことを可能にしている。と、シングルプロセスを用いた単純なカーネルで動いている。貧弱なスレッドはオーディオスレッドを優先させるスケジューラに制御を返す強調マルチスレッティングで動く。 つまり、プリエンプション、OS が優先順位の高いタスクに有利になるに、現在のタスクを停止したり、先取りする能力のことを行うには割り込みを利用するしかない。OS やプラグインは C 言語で書かれていて、繊細なコードを実行することに付け加え、デバイスやプラットフォーム固有のコードのために、アセンブリ言語が用いられている。この単純で軽いアーキテクチャのおかげで、六バックスは、 1>, 1から 64MB まで変動するメモリや12から 300MHz まで変動する CPU といった様々な機器で動かすことが可能になっている。ロックバックスはまたマルチコアシステムや非対称型マルチプロセッサシステムへの限定的なサポートをている。アーコスデバイスのみ公式にサポートされると宣告されている。以下は少なくとも 実質的に動作するデバイスのリストであると考えるべきである。詳細に関してはロックバックスデバイスチャートを参照。ロックバックスは様々なデジタルオーディオプレイヤーを使う人たちによって開発されている。自分たちが使っているプレイヤーへロックバックスを移植することに興味を持っている人であれば開発に加わるとは常に歓迎である。原理的にはプレイヤーの CPU に GCC が対応してさえいれば移植可能である。6バックスの移植版がすでに存在するプレイヤーと共通の部品を持っていれば、開発は非常に容易になる。公開されている使用書がない部品で作られていたり、ハッシュチェックや暗号化でファームウェアを積極的に保護していれば、移植は難しくなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。